どうもおはようからこんばんは、殿でござる。 This Wolf Mine 続きをやっていきましょう。12日目で何すればいいんだろう。2週間ぶりでね、実を言うとあんまりね覚えてないのと、私のメモによってはまたあれか、砲撃された学校へ行って、でそこで話すのか、ノコギリとロックピックが必要と。これは何度も見ているから特にもうズームとかはしない。あ、ちょやめちゃった。あ、ごめん。やめちゃった。あの、拡大とか、あの、一応、ああ、そうか。スティック長押しか。一応できるんですよ。あ、ごめん。ああ、去っていってしまった。ああ、離れていく。嫌われたな。もう、ふてねす。誰？持ってきたものがあるじゃと？わしが行こう。お前さんたちか。今度は何をくれるのかな？お酒を持ってきたと。あ、これはあのかすまんの。まあ、この前助けてやったからな。まあ、お礼はまあ当然だな。じゃあわしはもう一度寝ぞ。イスクラちゃんはどう？去っていったドアを見つめる。え、物資はどうなんだい？あ、ま、なんとも言えねえな。機械部品は増えてきて、密造酒をもらいました。で、おもちゃがあっても、この辺の作業台をアップグレードしないと新たなおもちゃは作れないでしょうね。イバノ君とヘンリクじいちゃんの時はおもちゃが足らなくて、これ以上追加できなかったんですよ。確かね、ブランコまでは作った。でもうイベントないってことか。しかも12日目は食わなくていい日なんですよ。もう起きたわ、ほんとこいつ。こいつのショートスリーパーっぷりがやばいな。あ、ラジオ私下にしていたのか。いや、結構離れた状態で今までプレイしていたんですよ、こうやってね。じゃないと物が見づらいというのもあって、でもこの動画を見ている方は多分こっちの方が分かりやすいんでしょうね。じゃあノコギリ作るか。イスクラちゃん笑ってるけれどもね、真顔、ま、怖いよ。そうだよ、外は危険だよ。で、ロックピックも必要か。結局さ、これ作るので素材を使ってしまうんですよ。木材がないでしょ。で、あ、そうか、動物用の罠も必要だ。野菜は大量にある。で、まだ必要なもので言うとさ、武器とナイフでやりくりしているのもな。あ、で、やっとこれができるんですね、小動物用の罠。じゃあそれはラジオのすぐ横にしましょう。走れ走れ、おじいちゃんは起きている。を作るのか、ようやくわしの価値が発揮されるというのかね。おじいちゃんお腹空いてそうだね。イスクラちゃんも気になる？お父さん何か作ってるみたいだよ。ダディ何してるの？もうどこか他のところへ行けって言う前に走り去ってしまう。じゃあこの肉を使うしかないですね。よし、これでいい。子供にとってはどうだろうな。ずっと家にいて、広いっちゃ
広くても、さすがに飽きてしまうか、何日もここにいると。お次は、まあ、こういうのも欲しいし、お酒ですね。まんべんなく足らない。あ、そうか、これ作るのに機械部品10個も使ったのか。じゃあもう今日は終了。行ける場所ほんと少ないな。パン屋はね、なんか人が襲撃してくるのを私逃げたんですよ。アパート、砲撃された。いや、ここ違うな、学校だ。そう、そっちそっち。子供と寝るんじゃなくて警戒で、イスクラちゃんは寝る。で、じいさん探索。で、作ったノコギリとロックピックを持っていきましょう。どれだけ物資あるんだろうか。今、材料がないですものね。一旦突っ走って、この先だったっけ？ノコギリ必要なのは。希望がないよ。よかったな。死んでいるのではないんですね。で、こっちか。忍び寄ってはいないな。結構、走っている。ここか。でもこれ、地下のみんなが施錠した場所かもしれませんし。盗むになる。うわ、何のためにノコギリを作ったんだか。しかもそんな大したもんでもない。うわ、ここは盗むになるし、ロックピックを、じゃない、ノコギリを何のために作ったのか。うわ、無駄にしたな。で、ロックピックってどこだったか。ひとまず遠くの場所から探索。全然取れないな。食い物とお酒は一旦やめとこう。あ、そうか、確かこの奥か、ロックピック必要なのは。失礼しますよ。ここね。ここで開けてもまた盗むになっちゃうと嫌だな。いや、気になるからやる。開ける。よしよし、ここは採集できる。まあそんなにか。薬はあっていいし、木材、密造酒か。これでいっぱいいっぱいだな。何かまとめれるものがあればいいな。やろうと思えばこういう人たちも殺すことってできるんでしょうね。そうなったら、そら、さっきの盗むは入手できますよ。でもみんなのメンタルな。一回は戦闘は必要。あ、これ一本1本しか持てないだと。手放すか。みんなで飲んでくれ。わしからのおごりじゃ。自分がパクっておいたものなのに。起こしてしまったか、すまんの。退散。野菜。しかし食う食料ともなれば水も必要だな。てかここは探索できる場所が本当多い。まあその多いというのもアントンじいちゃんか。アントンじいちゃんが何も持てないというのが問題なんですよ。何回も来ないといけない。こういう時こそ4人目欲しいわ。スカベンジャーとまではいなくても、言わなくても12スタック持っている人が欲しい。で、幸い今のメンバー、筋力家だから、
タバコは入手しなくていい。で、現状こんなものか。あとは食料とか確保できればいいかな。見回ってたら野菜が結構あったんで、ここはマックスの4になりました。持って帰るのはこれだけの物資。こういう時は頼りになるのは商人だな。うわ、犯罪大激増。最悪。武器がねえぞ。果たして守りきれるかどうか。あ、でも静かな夜だった。ダディ。ダディ。じゃ、娘からパパと話す。あ、次は生麦、生米、生卵。生麦、生米、生。昔得意だったんだけれどもな。生麦、生米、生卵。生麦、生もご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 。2回目が言えねえ。いや、東京特許許可局も大概だよ。そもそもこのゲームの時代背景っていつぐらいなんだろう。あんまり電子機器がそこまで発達してなさそうですよね。これ作るか。でもアサルトライフルはあるんですよ。ってことは、まあ40年ぐらい前かな。でこっそりとあったかいものを食べる。結構でかい缶詰だね。しかも閉まった。4次元ポケットでも持っているのか。悔しいな。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。よし。飯は大丈夫。ああ、寝よ寝よ。じゃあ次はベッドチェンジ。わしも寝る。犯罪大激増ともなれば武器だな。ナイフじゃあ心もとない。斧？あ、誰か来た。親父はもう特に心配は、眠いって言っても大丈夫大丈夫。ただ2時間ぐらいで目が覚めるんだからさ。で、犯罪大激増であれば、あ、まあお酒はいらない。飲み薬もちょっと手放しましょうか。あ、体調が悪くなったっていうぐらいになりそうだな。本格的に病気にはならないと思う。じゃあこれは全部いただきの。お水も欲しいし。ほう、なるほど。もう一声。ぬいぐるみ1個ぐらいはいいか。何、今めっちゃダッシュの音が聞こえた。野菜も余っているな。犯罪体液像だったら怪我するから包帯は絶対必要。食い物もまあ今はいいや。じゃあこれだけ手放して材料を大量にいただきました。イスクラもう帰りましたよ。ドア開けたい。はい、はい、満足したか。これでいいか。あ、親父寝よ寝よ。何度も目覚めさせて申し訳ないな。物資は増えた。次は武器いきますか。行きますかと言ってもね。あの前線基地とか、まあ、そういうところないからな。どこかしらで入手するしかない。あ、スーパー確かショットガンあった気がする。でショットガン作るんだったら今度は
アップグレードか。いや、アップグレードは必要ないんだ。んーなら次はスーパーに行って壊れた散弾銃をゲットか。アップグレードはできるのか。できるんだったら先にやっとこうか。大きく回収した作業場、ごっそり物資はなくなる。壊れた散弾銃は武器パーツさえあれば修理できるから。あー今度は弾もないな7発か今持ってるの。タイミング悪いよな話しかけてくるのが大体何かやっている時なんですよ。あ、そうそう、これおもちゃ箱、よかった。ちょうどぬいぐるみは4つでいけるか。え、ブランコは作ったよ。ドアの補強、特に話すこともできないし、ほらもう避けられてるよ、もう抱きしめようとしているんだかなうわーん。じゃあ一日終了。飛び降りない一日じゃなくてあんたの人生を終わらせることになる。じゃあショットガン探しにスーパーに行こう。特に必要ないかな。アン、はい。あ、アントン、お前は上に行け。はい。わかりました。よしよし。レイプしようとしている人じゃなくて、一応武装はしていてもただただその探索に来ている人なんですよ。だから彼らは特に危険性はない。でね、で記憶上では壊れた散弾銃はこっちに行ってジジジャンプ、うジジジャンプでこの下だったはず。あれ拾えない。なぜじゃ。確かここに壊れた散弾銃があったとわしは記憶しておる。あれ配置が変わるってことある。これは早く武器を見つけないとまずい。せめて壊れた拳銃でもあれば。じいちゃん急いで探しましょう。あ、そうか、はあ、開かないぜどうしたじいちゃん。あんまり若者言葉使うんでしょうね。いや、無論材料は必要でも最優先で探さないといけないのは武器。もしかしたら違う場所かもしれない。よし、あったあったあった。壊れた散弾銃、あー違う場所だったか。そうか、私があっこにあったって。いやでも違う、それも違うな。いえね、あっこの屋根というか上に私が一旦散弾銃を置いといたのかな。キープするために置いといた記憶があるんだが、そもそも探索できないんですよ。食料と弾薬、体調不良、飲み薬あっても体調不良だけか。もっか体調崩すとなれば、まあ、体調崩すというかあれか、怪我をするか。もっか必要なのは包帯。
これか。なんか走ってくるのか怖いな。なんじゃなんじゃ。あと何を入手しとこうか。上に行ったのか。アサルトライフル持っている。ハーブの飲み薬が多いな。生の食料の方が今は欲しい。まあさすがスーパーですね。食料は大量にある。あ、ここ見たか。ロックピック1。ちいちゃん今どんな動きした。閉めようとしたのにな。缶詰、よしよし、いいぞいいぞ。じいちゃん口調思ったよりも荒いんだ。近頃の若いもんはっていうタイプか。めっちゃ食料ある。さすがはスーパー。弾もうちょい欲しい。あって左の方って確か壊れたギターなかったかな。スーパーは毎シーズン来ているような気がする。違うな。やっぱまあ状況によって違うのか。じゃあレイプしている人がいるときは左下のベッドの下にギターがあってこの上も探索できるってことなのかな。あ、欲しかった包帯がある。でも手放すものがな。まあまた明日来ればいいか。で絶対に襲撃に遭うな。犯罪大劇場で一日開けていたら絶対に襲撃に遭う。みんなは大丈夫かの。襲撃された。お、自己防衛はできるだろう。しかも満足してる。イスクラちゃんは襲撃されたからといってそこまでメンタルに影響を及ぼさないのかな。めっちゃ後出しだんけん。うんじゃない。うんではない。明らかに後出しじゃんけんでした。隣人の夫は亡くなってそれを見ていないけれども隣の隣人の家に砲弾が直撃したっていう事実でトラウマになったのか。いや、これで死体まで見ていたらもう完全ねえ、もうこんなテンションじゃなかったよ絶対。ずっと塞ぎ込んでいるんだろうね。じゃあパパ寝る。起きてからシットガンを作る。だからおじいちゃんが寝ているところでさ遊ぶのはやめよう。頭が痛くなるわい。ベッドを置く場所が悪かったのか、まあ、それともイスクラちゃんがもう自動的に誰かがいるところに来てその近くで遊び出すのかわからない。おじいちゃん、おじいちゃん遊ぼうよ。
誰も来ないのかな。いや、さすがにパパは起きないか、まだ。いい睡眠って言えるのか。はい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 。新しい人、この人は、静かに歩ける人か、ムードメーカー。アリカちゃん。そうそう、猫のように静かに動けるのよ。はーい、4人目追加。男2人で女性2人か。よしよし。アリカちゃんは空腹ではない。で、疲れているか。ベッド必要ですね。で、どう、罠は。まだ。イスクラちゃんにとっては、同じ女性が、加わるのって、いいですね。ただ、今作っておかないといけないのは、まずはショットガン。ありか、かすり傷か。かすり傷なら、まずは休ませようか。引き続き、じいちゃんで探索。で、守れるものの武器で言ったら、散弾銃とナイフか。しかし、残念ながらベッドは作れない。木材1スタックと、あと材料でおもちゃ箱とベッドが作れる。なるほど。で、今日は食わなくていい。このタイミングで4人になったのか。缶詰とかはある。肉と野菜もある。水と薪か。じゃあじいちゃんは水、木材、材料でいこうという打ち合わせを今している。大丈夫ですね。よし。アリカ就寝の、クリスト警戒、アントン探索の、これで行こう。で、市民病院か。空港非常に危険。港とミュージッククラブ、行ける場所増えましたね。74% ってまだ全然取っていないんですよ。ミュージッククラブ、港はね、ほぼ行ったことないんですよ。いや、でも今はベッドとおもちゃ箱か、作るために、ここはもう一回スーパーに行かせていただきます。ありか、10スタックな。包帯は持っときたい。いや、8スタック持てるアントンよりかはずっとマシか。で、もう探索に来てた集団はいないか。じゃあ何が必要なんだろう。そういやステータスちゃんと見てなかったわ。あ、誰もいないみたいですね。探索してたんですが、木材が1個しかないんですよ。え、そんななかったっけ。もしくは前日で結構取った、まあ、そんなことはないと思うんだが。で、水は入手して、野菜、薬と包帯、まあ、それだけ入手できれば、おもちゃ箱は無理でもベッドは作れる。
体いつまで続くんだ、この犯罪大劇場。襲撃された。よしよしよし、自己防衛はできている。で、弾を3発使って残り9発で、15日目は食べないといけない。じゃあパパは、あ、ベッド使ってる。マリカちゃん、マリカちゃんもう治ってるでしょ。こんにちは。あ、話す？そうよ、一緒に住むよ。調子はどうなの、ジョーちゃん。このセリフは見たな。うんむ。あー、で、食わせてあげよう。野菜は大量にあるんですよ。ちょ、イスクラちゃん、待って。育ち盛りだから、栄養のあるせめて野菜を食べさせる。デザートはない。めっちゃ デザートを所望するじゃん。コーヒー。もう平和維持軍派遣。それは早いか。気温は低くても あれでしょう、まだ冬将軍は来ない。あー、アリカちゃん喫煙家か。タバコがいるのか。じゃあ今回は缶詰でいこう。タバコがいるんでしたら、お酒作るのはちょっとやめとこう。てか、みんなショートスリーパーだったら、ベッドも追加はいいか。これですね。あと材料が必要。それまでアリカちゃんはちょっと耐えてもらいましょう。起きてる。父よりも道端が私を育てました。虐待を受けていたのか。それで家にはあまりいなくて、まあ、道端というか路地みたいなところで、あ、盗みとかやったのか。マイナス4の時から不法侵入と盗みをやってる。これアリカちゃん喫煙家だから、ニコチンが足らなくなったら、もうこの辺の家のものを盗んで出ていくかもしれない。いや、あるんですよ、出ていくって。ここは危なくて、ミュージッククラブ。ミュージッククラブは取引ができるはずなんですよ。じゃあそこはアリカちゃんに行ってもらおう。次回ちょっと港を挑戦したい。ここら辺はまあ警戒。いや、爺様寝ようか。ダイヤモンドはいらなくて、微妙な手放し方をしていきましょう。ここは確か採取ができるところもあるけど、ちょ、こっちか。採取をして、あんまり行きすぎるとトラブルになっちゃうんですよ。うわ、めちゃくちゃあるな。
また薬もあって、タバコ系で材料がいる、木材もいる。実況内でも行ったことあるな。こっちに行ってさ、あんまり行きすぎると上の住人から出て行けってなるんですよ。なんで取引という探索というよりは取引のために来るって感じですね。こんにちは。本当だ、足も速いし、足音もしない。いろんなものがある。ちょっと悩むから先にドゥーンドゥーン、先に取引しよう。この人だ。ふむふむ、まあ、なんともは言えないが、こっちも手放してもいいんだよ。宝石とか薬、こんだけ手放して、タバコは一旦一本あっての、まあ、タバコの葉っぱ、材料はないか。これでどう？お、持てた。入手できたのはこんなもの。あとは探索で補充できればいいかな。机失礼。いやー、いいわ、アリカちゃん。高速で移動しても気づかれない、かつ移動速度自体も速いぞ。アリカちゃんがいれば、狙撃とかあっても大丈夫なんですよ。この速さだったら。で、こっから上にも行きます。おお、飲み薬。上にはいけないか。まあ、これだけ入手できれば十分だ。持てる量は少なくてもこれだけ速いし、足音もしない。じゃあここからはアリカちゃんで探索だ。よし、では今回はここまでにしましょう。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。